こんにちは、シーバードです。今回はトーンシティのモデル M をご紹介させていただきます。トーンシティは中国のですね、エフェクターブランドで、最近アマゾンでよく見かけますね。大して興味はなかったんですけれども、鳴らしてびっくり、かなり良かったので皆さんにご紹介させていただきたいと思います。デュアルスイッチになっておりまして、こちらがエフェクターのオンオフで、でこっちがブーストですね。ミニスイッチでモデルを切り替えることができるようになっていて、クランチ系とハイゲイン系、そしてブーストの方がブースト、トーン、ボリュームという風になっております。シンプルで非常に使いやすいです。普通のコンパクトエフェクターでは出ないような感じのクランチ、ちょっと深みのあるクランチを出せるのと、そのクランチを軸にしながらさらに歪みを深めれるっていうところが、これのね、非常にいいところだと思います。ではでは早速音を鳴らしていきます。